でっかいのを手なずけたもんだ。召喚獣は死によって人を救うんだと思ってました。けど頼りない僕たちを叱りに来てくれてたんですね。強がりのお前をだろ。次はちょっとだけ甘えます。言ったでしょ、グランパルスではみんなが家族。嫌がったってずっと一緒だよ。地獄の果てでもな。ここは地獄じゃねえっつーの。覚悟は決まったな。何も変わらないかもしれない。また壁にぶつかるかもしれない。でも道が終わるところまで行ってみよう。数百年ぶりの故郷と見失いそうになった光を求めて、私たちの最後の旅が始まったんだ。行きましょう。この石碑知っているのか。死骸の一種つうか慣れの果てだな。死骸だと？大丈夫、もう何もできないから。使命を果たせなかったルシは死骸になって荒野をさまよう。死骸はやがて力尽き石へと変じる。でもね、こんな風になってもまだ使命を忘れられずにいるんだよ。ルシに語りかけるんだ。代わりに使命を果たしてくれって。果たせぬ無念を抱えてるってか。浮かばれねえな。なあ、こいつの頼みを聞いてやろうぜ。一言とは思えねえよ。俺らも死骸になっちまったらこうなるかもしれないんだ。なんで後ろ向きだな。らしくねえぞ。人のために一肌脱ごうってところは素直らしいさ。見ると帰ってきたって気がする。
悩める少年？あ、ちょっと考え事。なになに？難しいこと？驚いてるんです。グランパルスの空や木や匂いや光、コクーンにいた時はこんな世界があるなんて想像したこともなかった。なのに僕は今ここにいる。花火に行かなければ、パージの時僕があの場所に座ってなければ、何かが欠けてもこの景色を見ることはなかった。僕は必ずここに来たよ。だって約束したでしょ、一緒にグランパルスを見ようって。どこでしたっけ？じゃあ生まれる前。なんですかそれ。たくさん嘘ついたから忘れちゃったよ。はじめは嘘でいいんだと思います。先のことは怖いから自分に言い聞かせたり、誰かを守るためについ言ってしまったり、みんなが信じてるものだって後になれば嘘ってわかることもある。大事なのはそれからどうするかってことなんだと思います。本当のことなんて自分が作っていけばいい。ほら、さっきの話だって忘れてるだけで、コクーンとグランパルスで約束したかもしれませんし、ありがとう。だから笑ってください。僕はあなたの笑顔が好きだから。お愛子です。こら待てー。